支払いお願いします。エイコ、フィリピンでは誕生日の主役がみんなにご馳走するのよ。マジで？ちょっといや全然目合わせてくんないよ。何をフォローしてくんないよ。フィリピンでは誕生日を迎えた本人が無事に1年生き延びたという恵みに感謝し、周りの人にもその恵みを分け与えるという意味でご馳走するのだ。だが何も知らなかったカノンは、正解は誕生日の本人がご馳走する。すると、ちょっと貸して。もちろん使えないわけもなく、ちょっとあとで、ね、そっちやん。フィリピンの誕生日は主役でごちそうするのが常識だった。ご褒美と珍しい動物を見に行ってみた。カノン操縦で上空から見たボホール島、この島にある珍しい動物がいるという。そこで瀬戸島からはフェリーでおよそ1時間半、欧米から訪れる人が多いボホール島。のどかな田舎町の雰囲気が残るが、観光スポットが集まる島。フェリー乗り場から車で移動することおよそ40分。山入ってきた。あそこになんか見えてきました。ここに珍しい動物がいるって聞いたんですけど。なんだ。裏の山で会えますよ。山についていくと、ちょっと檻っぽくなってますけど、でもジャングル、世界最小クラスのメガネザル、ターシャ。夜行性で昆虫などを食べる。今は法律で触ってはいけないと決められているんだ。あ、触れないんだ。1年に1匹ほどしか子供を産まない上、剥製にするため乱獲され数が激減。そのため政府管轄の施設で保護しているが、野生のターシャを観光客に触らせる行為も後を絶たないという。しかし大きさをどうやって皆様にお伝えしよう。そこでお気に入りのものと大きさを比べてみた。許可をいただいてそーっと近づき、ちっちゃい。ターシャはお気に入りの水着より相当小さかった。ボホール島を後にした隅川ディレクターは車でセブ島南部の調査へ。歩いていると、あ、海ですよ。なんか船がいっぱい浮いてますね。何をしているか聞いてみると、何これ、面白いものが見られるから乗ってみるかい。あ、じゃあちょっと乗っていいですか。はい、はい、言われるがまま小舟に乗り沖へ。すると、うん、ちょっとそこになんかいますね。なんかでかい。世界最大のセダンとして知られるジンベエザメ。めっちゃ大きいよ。漁師たちは昔から小エビを餌として与えており、近年はこれを観光客に見せるサービスが人気。そこで大きさを自ら伝えたいとカメラを装着し、迫力ある水中の絵撮っていきたいと思います。
すげえ。あっ、近い。すごい。ジンベエザメは目の前が実はなんとか物事するがカメラは水上に結局カメラマンに撮ってもらうことに。かわいい。大きなもので体長13メートルに及ぶジンベエザメ。フィリピンの中でもここセブ島南部では餌付けをしているためほぼ一年中会うことができる。体は大きいがとてもおとなしい性格だという。近くで見るジンベエザメはド迫力だった。みんなの友フィリピンの英雄に会ってみた。午前3時半マニーパッキョ様取材 OK です。伝説の6回転制覇を成し遂げたマニー・パッキャオ。その年収は驚きの58億円。わお。ついに取材許可が下りたこの日、庄司ディレクターは再びミンダナオ島へ。待っていたのはパッキャオ選手の秘書リンドさん。さらに彼があなたのボディーガードです。そんな人好きなの。心強いスタッフを味方につけ、今度こそはと気合が入る庄司ディレクター。車で走ることを30分にフィリピンの英雄パッキャオの豪邸に再び到着。少し見てもらえるようチームパッキャオの真っ赤なポルシャツに着替え、いいですね、大事。パッキャオのリストバンドを装着。リストバンド喜ぶんですか、これつけると。はい。そしていよいよフィリピンの英雄マニー・パッキャオの豪邸に庄司ディレクターが潜入。グッズよりも上ですかね。失礼します。すると、何でしょうこれ。めっちゃここ何どうなってるの。一体ここは、なんと入ってすぐにあったのは体育館。今はちょうど礼拝中です。パッキャオの自宅はこのような作りになっており、現在地は体育館の横。ここから彼が暮らしている建物へ。体育館から見て一番奥にあるのがパッキャオが暮らす住居。開けましたね。多忙なパッキャオ選手の時間が空くまで秘書の方に案内してもらった。よろしくお願いします。やっぱり下に本当だ。リストバンド自宅前には車がずらり。さらに緊急の仕事で使うために自家用ヘリにクルーザー2艘所有。そんなパッキャオ選手の住まいを特別にちょっとだけ見せてもらえることに。大理石でしょうか。地元メディアですら入ったことがないという住居部分に庄司ディレクターが潜入。すごい。すっげえ涼しい。いい匂い。何これ。開放感のある高い天井。大丈夫って地元メディアが入ったことない。相当すごいね。庄司ディレクターが見つけたのは、これ家族の写真ですかね。大丈夫かって超、ね、プライベート写真。しかしあっという間に、もう終わりですよ。はい、
いて住まいの裏で、そこには美しく整えられた庭にプライベートプール、そしてパラボラアンテナが8つも。ちなみに専属の家政婦さんは10人。いただいてもいいんですか？なんで？いいわよ、好きなのどうぞ。これがパッキャオが好きなパンだよ。甘党なんですか？わー、すごい甘そう。砂糖はすげえ甘そう。ここでまさかの事態が。パッキャオが出て行っちゃったみたいだよ。ノーパッキャオ、ノーパッキャオ、いないところですか？どうなってしまうのか。はいはいはい、我々のインタビューをするという約束をしていたので、一旦いなくなったという情報が入りました。ここまで来てパッキャオに会えないのか。と、その時、はい、どうぞこちらへ。呼ばれました。いなくなったという情報から一転、今すぐ取材を始めてほしいという。失礼します。ついにパッキャオ選手に会えるのか。多忙なパッキャオ選手を取材するにあたり、先方から出された条件が、翔さんが質問3つにしてください。質問3つ、3つだけ。すげえ。と、そこに、多忙なパッキャオ選手を取材するにあたり、先方から出された条件が、翔さんが質問3つにしてください。質問3つ、3つだけ。すげえ。と、そこにパッキャオ選手本人が登場。パッキャオ、こんにちは。ありがとうございます。すごい。はじめまして。よろしくお願いします。すいません、はい、じゃあ、ボクシングで使われたお金を寄付されたりしてるんですけれども、その、いや、理由っていうか、なぜそういうことをしているのかっていうのを教えていただけますか？少しでも困っている人の役に立ちたいと思っているので、寄付や支援を続けています。あと2つ。ちなみに、質問全然飛んじゃうんですけれども、好きな女性のタイプ。びっくりしてるじゃん。綺麗で優しい人です。ちゃんと答えてくれ。でも一番は私を愛してくれる人です。自分に尽くしてくれる方。そうです。じゃあ今の奥さんはそれぴったりだということ。パーフェクトです。残された質問はあと1つ。ダイエットするコツ。うわすげえ。ちょっと毎日腹筋するといいよ。そんな、ただし1日1000回ね。腹筋の1000回だって。これで1000回。ちょっともう一回、ちょっと僕と比べるとどんな感じですか？頑張れば割れてくるよ。ちょっと、そして、おお、インタビュー終了。かっこいいなぁ、パッキャオ。あっという間に駆け抜けていきましたね。偉大なボクサー、パッキャオ選手を目の前にしたら舞い上がった。まあでもすごいな。漠然と絶品海鮮料理を堪能していた、リゾートホテル周辺を取材中のスモアディレクター。街を散策していると、地元の人も通う魚屋兼レストラン。セブ近海で獲れた新鮮な魚、好きなものを選んでその場で調理してくれる。人気は脂の乗った金目鯛によく似た味の白身魚、ラプラプの煮付け。さらに雲貝という貝を
少し甘めのフィリピン醤油で蒸す、とてもポピュラーなクモガイ蒸し。